キロン、または、カイロンは、水星、小惑星繊維天体の一つ。土星と天皇星の間をめぐる軌道にある。1977年、パロマー天文台で、チャールズ・トーマス・コアルによって発見され、ギリシア神話に登場するケンタウロスの一人、ケイロンにちなんで命名された。キロンは小惑星として発見されたが、後に水星かもしれないということで論争になった。 九百八十八年、水星に特徴的な明るさの急激な変化が観測され、また九百八十九年には水星に見られるようなコマが観測された。議論は公式に周期水星と小惑星の両方のリストに登録されている。他に周期水星と小惑星の両方に登録されている天体には、ウィルソン・ハリントン、エルスト、ピサロ、エケクルス、 liner a、R、がある。キロンは初めて発見された、ケンタウルス族の小惑星とされている。ケンタウルス族の小惑星は、軌道が不安定で、キロンも、やがて巨大惑星に捉えられてしまうだろうと、考えられている。また、キロンはおそらく、エッジワースカイパーベルトから、現在の位置に移動してきたと考えられている。1993年と1994年に、 ゴミと水が噴出する対象ジェットらしきものが観測されている。2011年11月29日、キロンによる構成色を NASA の赤外線望遠鏡設備トラスクンブレス、天文台グローバル望遠鏡を用いて観測したところ、キロン中心から約 300km 離れた両端に、それぞれ 3km と 7km の幅を持つ物質の存在が判明した。 この物質は先に観測されていた対象ジェットらしきものに似ているが、ガスとゴミによって構成された缶の可能性も考えられている。対象ジェットと仮定した場合、太陽系の外側に位置する機論が巨大惑星の重力作用で太陽系中心に近づいていき、凍結していた物質がガスやゴミのジェットになって噴き出している可能性がある。また、管だと仮定した場合、 宇宙空間を漂っていた天体の破片が、キロンの重力によって集まったか、あるいはキロン形成材料の残りが、菅を形成した可能性がある。菅なのかジェットなのか結論を出すには今後再度、高生殖観測を行う必要がある。小惑星に菅らしきものが見つかったのは、カリクロに次いで2例目となる。ありがとうございます。